とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は装備をいただきました。使っていこうと思います。これ、ミステリーアーマーですね。スキルが素晴らしい。アーティファクトのクールダウン、そしてポーションのクールダウン。この二つがついて、さらに黄金に、ポーションバリア、ついてますね。これは素晴らしい。で、エンチャントをカスタムで変えてみました。クールダウンを3入れたんだよね。これクールダウン4で使うか、もしくは、まあ普通にタンブルビーと雪玉、帯電はいまいちかな。まあヘルスシナジーとかで使ってもいいだろうけども、それだったら今持ってるのと変わんないんだよね。ということならば、やっぱりクールダウン4ということでしょう。うん。クールダウン4にして、で、ネバネバの指。そして、エリクサーのカバンとドラ。これでちょっと使っていこうと思います。まあ、ネバネバが、アーティファクトチャージ。そして、ロールチャージが入ってないので、クールダウン4だったらね、結構快適なんだよね。これで、一度行ってみましょう。それでは、行きますね。クールダウン4になってるので、羽がすぐ使えます。うん。なので、アーティファクトチャージやロールチャージが必要なくなるんだよね。これは快適そう。で、カバンをとにかく使って、常に攻撃力を倍出していく感じでいいんじゃないですか。で、近づいたらば、ドラが入って、さらに倍のダメージ。こんな感じですね。で、強いやつに関しては、危ない。あー、取った。あ、取れてないよ。ちょっと待って。すごいね。敵がすげえな。うん。まあまあ、この影のブリューで影化できるっていうのも相当でかいし、いいんじゃない？うん。まあ多分無限ポーションバリアもこれいけるんで、いいでしょう。ちょっと待って。これ本当はあれだね。影のブリューが、かなりいい感じ。じゃあ、うん、で、ネバネバが、リフレッシュ入ってるので、ポーションバリアが、もう使えるね。これはいい感じ。危ない！ちょっと待って。まだいるでしょ？あ、いた。昔はこれでね、ワンパンできていったんだけども、もうそういう時代ではない。うん、まあまあ十分、今でも強いよ。はい。何がついてんの？何これ？えぐくない？プレイヤーダメージ 40% 減少のモブ HP150% 増加。ひでえな。ひどいね。いや、でもね、この装備だったらいけると思う。うん。ちょっと前にやった、羽なしのビルドでこういうやつついたんだけども、ちょっと厳しかったんだよね。でも、これだったら、武器にツタの鞭装備してるんで、なんとかなると思う。うん。なんとかなるっしょ。まあ、矢の数がちょっと気になるところですけども、まあ、増やしながらいけば大丈夫じゃない？うん。やべ、動き早っ！ちょっと待って、動きが、えぐいぐらい早いぞ。ワンパンで倒そうか。倒せるでしょう、多分。影化していけば。はい、OK。やっぱり強いね。うん。影化して、で、さらにドラを入れて、ダイナモ20を入れると、まあ、間違いなくこれで倒せないやつはいないんじゃない？うん。こんな敵のね、HP150% 上がって、こっちのダメージが減ったとしても、まあ、いけるよ。OK、OK。うん、あとね、ポーションバリアも無限に使えるんで、OK。これはいけるはず。多分、もう、今のところそんなに心配はないね。あれ？あ、一番最初のとこ取ってないのか。OK、行きましょう。うん、やっぱこのね、影のブリューが使い放題っていうのはでかい。緊急回避ができるからね。緊急回避できるし、いや、いいな、この装備いいね。うん、結
構弱点が少ないかもしれない。ポーションバリアもこんだけ使えればこれはいいぞ。じゃあ今回はねちょっとえぐいエンチャントが敵についてるから倒しにくいんだけども、まあまあそれですら全然いけてるからね。まあ問題は矢の数ってところか。うん、段数は若干気をつけないといけないっぽいけども、まあまあ大丈夫。うん、おキャプテンいる、どこ、 OK、 ダイナも20溜まってるから問題なし。ちょっと欲しいな、ちょっと待って、まずは旗取らせて、よっしゃ、もういいよやっぱり。中間地点、いや中間地点じゃないな、もうここ終わり際のところをクリアしました。ちょっと待ってよ、キャプテンがあと1体なんだよね、いないかな、いてくれたらすごく嬉しいんだけども、いやいなさそうかな、このままボスかもしれませんね。 OK、 まあ問題ない、本当にこれは安定する、すんごい安定していけますね。あーいないなこれキャプテンが、うん、これはちょっとキャプテンはいなさそうですね。いやちょっと待って、これ多分スイッチでやると相当重いだろうね。スイッチでやると多分これポーションが出すぎてて相当重いと思う。はい、まあボス行きましょう、問題ないよ、ドラ使ってワンパンじゃない、あだよね、よしじゃあクリアします。いやー最後の最後やっぱねあと1体欲しかったな、あと1体、ああ矢がなくなってる、やばい。やばいやばい、矢がなくなった、最後の最後それかい。まあ倒しましたね、矢がなくなってたか、ちょっとショックです。はい、ということで、今日はもらいましたこれ、ミステリーアーマーのアーティファクトのクールダウン、そしてポーションのクールダウンに、黄金でポーションバリアがついてるやつ使いました。クールダウン4にすると、いや羽がね本当に快適に使えていい感じです。ただしやっぱ矢の数だね、段数が気になるところなので、最初ソウル系の武器をつけて、貯めてもいいかもしんないね、矢を。そうするともっと、安定するかもしれません。いやこれは良かったよ本当に、 HP が 150% 増加してダメージ 40% 減少してんだからね、それで、全然余裕でいけるんで、これは良かったです。これのね、263欲しいな。でもなかなか出ないと思いますけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。